my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. じゃあ質問9個していくよ。 OK、 全部で9個あるから、実証の答えが多かったか巨匠の答えが多かったか、どっちか多い方がキミちゃんの体質ってことになるからね。うん、これどっちに当てはまったかは覚えておいてね。じゃあいくよ。質問だから割とサクサクっといくからね。うん、じゃあ第1問、ご高齢の皆様もぜひ一緒に考えてみてください。イエスかノーか、この2択になってます。どっちが多かったかは覚えておいてくださいね。できる方はメモを取りながらお願いします。それでは始めます。 Let's get started。 キミちゃんの体型に対する質問です。これは恥ずかしいかもしれないけど素直に思った方でいいからね。うん、キミちゃんは筋肉質ですか、それとも痩せ型または水太りするようなタイプですか。うん、確かにね、キミちゃんは筋肉質じゃなくて痩せ型かもね。大丈夫だよ。じゃあ第2問ね、キミちゃんは活発な方ですか、それとも消極的な方ですか。俺もそう思うよ、いつも元気で活発だもん。うん、元気いつももらってる。大丈夫そうだね。じゃあ第3問ね、栄養状態としてはキミちゃんは良好ですか、それとも不良ですか。うん、そうだね、キミちゃんいつもいっぱい食べてくれるから良好の方かもね。うん、ただこれは栄養バランスっていうのも大事になってくるから、栄養バランスもちゃんと取ってくれてるからキミちゃんは良好でいいかもね。うんうん、 OK。 そしたら次第4問ね、皮膚の状態です。皮膚は光沢ツヤがありますか、それともサメ肌って言ってこうカサカサしてる感じ、うん、あと乾燥してるの肌ですか、どっちですか。うんうん、そうだね、キミちゃんね、いやもちもちしてるよ。うん、乾燥ちょっとしてることもあるかな。冬場とかそうかもしれないけど、基本的に肌もちもちしててツヤがあって、うん、しっとりしてると思うよ。うんうん、迷うとこだよね。うん、ここはね迷うとこかもしれないけど、全体的に肌が乾燥してるかどうかっていうので見たらいいかもね。うんうん、そうだね、指先とかね冬場乾燥しちゃうけど、体全体はしっとりしてるなら光沢ツヤの実写の方を選んでいいと思うよ。うんうん、 OK。 いくよ。じゃあ第5問ね、次筋肉です。筋肉は発達良好ですか、それとも発達不良ですか。そうだね、最初の体型にちょっとね近い質問だよね。うん、そうだな、キミちゃん確かにね発達不良って思うかもしれないけど、一般的なその成人としてはしっかり筋肉はある方だと思うよ。うん、ムキムキじゃないけどね。そうだから、こう病的に筋肉がない細いってんだったら不良を、まあ人並みにしっかり筋肉がついてるんだったら良好選んでいいからね。うん、そうだな、キミちゃんは、うん、発達良好でいいかもね。うんうん、では次いきます。第6問、消化の吸収はいいかどうかの問題ね。ここはね、質問はもうしなくてもいいと思うんだけど、大食いですか小食ですか。はいはい、合ってます。大食いっていうのはいいことだからね、俺は大好きだよ。うん、じゃあ次いくよ。第7問、体温調節、ここも難しいね。季節に順応していくか、それとも夏バテとか冬は疲れるタイプか、どっち。うん、そうだね、まあ夏は暑いの嫌だし、冬はねお布団から出たくないよね。うんうん、ねえ、ここはねそういうのじゃなくて、こう季節ごとに体調を崩しがちかどうかっていうので見たらいいかも。うん、あの寒くて起きれないのはまた違くて、冬になったら体調を崩す、季節の変わり目にね。で、寒いとこから暑い、夏になったらまたちょっと夏バテとかしやすいっていうのが巨匠になるよ。そうだね、キミちゃんの場合は順応してるかもね。うん、あんまりね季節の変わりにバテないもんね、いつも元気だもんね。うんうん、だからしっかり体温調節はできてるかなと思うよ。うんうん、
ね、ちょっと選ぶの難しいよね。じゃあ次いくよ。次はね、声です。声は力強いですか、それとも弱々しいですか。そうだね、キミちゃんの声とっても可愛くて大好きなんだけど、弱々しくはないかもね。うんうん、いつも元気で明るい声だもんね。うん、いや俺は大好きだよ。うん、そうだね、力強い、力強いって言うとね、ちょっとね抵抗感あるかもしれないけど、元気な声っていうことで自称かもね。うんうん、よし、では最後の9個目です。いくよ。汗の話ね。うん、汗かきだよね。大丈夫。寝汗はあるかないかの話ね。うんうん、実証は寝汗はない。巨匠は寝汗をかく。さあ、どっちでしょうか。そうだね、キミちゃん、寝汗はあんまりかかないかもね。うん、意外だよね。寝汗をかく方がエネルギーが少ない方、巨匠なんだって。ね、面白いよね。ということで、9個の質問全部終わりました。お疲れ様。そうだね、結果はもう言うまでもないね。キミちゃんは自称だったね。うんうん、巨匠だったのはあれじゃない、一番上の痩せ型ぐらいだったんじゃないね。えすごいね、キミちゃんの体にはエネルギーいっぱいあるみたいだね。うん、うん、マッチョじゃなくても自称の方は多いよ。そうそう、キミちゃんみたいに普段から活発で元気で肌も綺麗で素敵な笑顔の自称さんね。うん、皆さんはどうでしたか。巨匠が多かった方は5番の動画をポチッと押してお進みください。もしくはすべての動画は下の概要欄にすべて載せてますので、そちらの方からも飛んでいただけます。自称だった方はこのまま動画を進めてください。4番がこの動画の続きになります。もちろん体質だからね、変わることがあるの。そう、お薬がもし合わないな、漢方薬が合わないなって時には、このまた動画を見て自分が自称か巨匠どっちに当てはまるかっていうのもまたチェックしてみてね。ごめんね、まだわからないんだ。疲れた？じゃあスタバでいい？うん、オッケー。じゃあ行こっか。俺はいつもの、そう、その通り、さすがです。キミちゃんは何飲むの？